ふぅ。かなり危なかったな。不可視領域が弱まって、一時期はその部分が丸出しになっていた。ああ、すべて見えた。お前に言ってもわからないだろうが、俺が思っていた通り、あれは地上にあるすべての電磁波をマイスナー効果で避けているために不可視だったようだ。あらゆるノイズを排除して心の動きを検出するためだな。まあ博士は心を検出なんて呼ばずに心を刻む機械と呼んだようだが、なんだお前、俺の言ってる意味がわかるのか。おい、これ探していた本じゃねえのか。見つかったのか。やはりな、例が九段のアンドロイドではないかとは思っていたのだが、やはりそうであったのか。まあな、あれだけ人と変わらないアンドロイドなどないからな。さすが伊原博士が心と信じた何かを遺伝されただけのことあるな。その口ぶりだともう全てのことが分かっているようだな。少し外を歩くか。ふう、久しぶりの外だな。ああ、そうだな、ジョーちゃんか。お前が思っている通りだよ。ジョーちゃんは心を生み出す機械だ。いや、生み出すという言い方は伊原博士の考え方を否定することになるな。ジョーちゃんは機械に人間の心を教えるために伊原博士が作ったものと言えばいいかな。ジョーちゃんの不可視部分、そこには伊原博士の娘の心が入っている。ああ、そうだ。幼くして死んだ少女の思いがそこに封じ込められている。つまらない説明なんか不要だ。そう伊原博士が信じたのだからな。それにそうとしか説明のしようがないさ。ジョーちゃんには人の心がそのまま入っている。そしてその心を機械がシミュレートし続けている。それがリニアジョーちゃんだよ。ジョーちゃんの魂が悲しめば機械は人の悲しみを覚え、ジョーちゃんの魂が喜べば機械は人の喜びを覚える。ジョーちゃんの魂が人の痛みを感じれば機械は人の痛みを覚える。人の心を刻み続ける機械。言ったろ、ジョーちゃんは心を生み出す機械だと。その心を授けられた
世界で最初のアンドロイドだ。伊原博士は娘を失った。その心を永久に残したかったのかもしれない。彼女の思いを。だってな、どうあったってジョーちゃんの中に宿った少女の思いは永遠ではないんだからな。機械は部品を変えればその役割さえ果たせば生きながらえる。だがジョーちゃんに宿った心は変えることができない。その部位が消滅すれば彼女の魂もまた消滅する。ああ、ジョーちゃんの心は間違いなく消滅する。それは人が死ぬのと同じだ。多分ジョーちゃんは伊原博士の娘と同じ生涯しか生きられないのだろう。ならばジョーちゃんも10年間しか生きられないということだろうな。ああそうだ。そしてその生涯が閉じる手前でジョーちゃんは封印された。今から100年前に。だからな、ジョーちゃんが目覚めるということは、ジョーちゃんに時間はこれっぽっちも残されていなかった。最初から、目覚めた瞬間から、そこに宿った思いの消滅はすぐそこだった。そうでなければ霊が完成しているはずがないからな。なぜか、なぜだろうな。だけどそれより、なぜ彼女はあんなになりながらここまで来たのであろうな。多分彼女はどこかで大事に保管されていたのであろう。永久にその心が滅びないように。なのに彼女はそこから歩き始めた。自分の心が消滅してしまうのに。いや、もしかしたら自分の思いが消え去るのを知っていたから彼女は歩き始めたのかもしれない。誰かに会うために。さあな、そんなことは俺にはわからないさ。ただな、ジョーちゃんはある少女の生涯をそのまま再現して生きたはずだ。だとしたら、その少女が死ぬ間際にできなかった思いを今度こそ果たすために歩き続けたのかもしれないな。そうだな、なんでそんなこと。しかしそれこそが彼女が心を持っているということなのかもしれない。
あ、ごめんなさい。ほら。雪だね。積もるといいね。もう時計は受け取れないよ。明日から入院しなきゃいけなくなっちゃったんだ。だから当分高博くんと会えないんだもん。私の手、冷たいからダメだよ。でもこの時計、ネジを巻かないと止まっちゃうんだよね。私、手術しなきゃいけないから、何日もこの時計のネジを巻くことができないよ。するの？